こんにちは。相手はまず、前衛にカシュレックがいて、ブーストですね、ブーストですね。しかも、炎属性の防御力アップを持っているので、赤は使いづらいです。さらにリガルドの回復があって、ディシウさんのマナ削りすごく鬱陶しいです。住友が、カウンターでカウンターで、アタッカーにグリムがいます。防御力ダウンもしてきますね。こちらは星4、2体と、星3を3体入れています。はい、では行きまーす。カシュレックをピクシーで止めてネチネチ勝つ作戦です。ネチネチ勝つ作戦です。まあ、とりあえず黄色ダイヤ作っときましょうか。作って悪くないですね。あ、めっちゃいいですね、めっちゃいいですね。それではもうここは黄色ダイヤいっちゃいまして、八親父張りまして、プロテウスの毒ダメージと被りますけど、八親父張りまして、こちらチームパワー低いんで防御力を上げる意味でもミニオンを使っています。でもっていいタイミングでピクシーをカシュレックに当てれて、では今は、カシュレックにどんどん弾当てていきましょう。ピクシーが効いてる間にガンガン弾当てていきましょう。できるだけたくさんの弾を当てていきましょう。ピクシーが、あと1ターン、倒しきれなかったのはまあしゃあないですね。では紫マナも貯めて、カシュレック無理か、ブーストかけられるか。ではまたこちらマナを貯めることを考えています。これで紫マナが溜まってディガルドの回復もあるか。あ、抜けましたね。硬くて警戒していたブーストの、カシュレック倒せたんで、まあいいですね。でこちらダメージをって、受けているので、ディガルド使って、相手のディシューさんのマナ削り受けましたけれども、ディガルドは、マナシールドがあるんで、ディシューさんに対して相性いいですね。では回復しておいて、ではばらけている黄色をなんとかしたい。相手はあんまりダメージを受けていないので、回復されても別に構わない。ディガルドに弾当てていきましょうか。相手のディガルドにもう一回スキル発動させるぐらいの気持ちで、もうどんどんディガルドに弾当てていきましょうか。住友がカウンターを発動しているので、住友には弾を当てないように、もうディガルドにどんどん弾当てていきます。住友があと、4ターンもある。では、残念ですけど、釣りビルさんはカウンターを受けて倒れて、さらにプロテウスを当てて止めて、相手のディガルドは、マナシールドがあるので、プロテウス効かないかもしれないですけど、もうプロテウスを使っちゃいまして、使って止めて、止まりましたね。それでは、今のうちになんとか相手のディガルドを倒したいです。相手の回復手段を奪いたいです。これでディガルドいけるかな？いけましたね。八親父でミニオンの壁を呼んで、相手の、ディシューさんは文句なので、ステータス効果の無効がありますけれども、ピクシーを打って、効きましたね。
では、ピクシーが効いてるうちに、どん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 弾当てまして、で、シューもいけましたね。では、さらに回復をして、なんとか空打ちでマナを貯めることを考えています。はい、それでは次は住友狙っていきましょうか。では、住友に対してプロテウスを当てて止めて、止めて、で、今のうちに住友にガン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 弾を当てていきます。住友に弾を当てていきます。もうできる限り今のうちに住友に弾を当てていきます。パズルダメージにも期待しつつ、住友に弾を当てていきます。はい、八親父でこちら防御力をさらに厚くして、穴が開いているのでこちらマナ貯めやすいですね。住友に対してピクシーを当てて、はい、では今のうちにピクシーが効いてるうちにどん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 弾当てていきましょう。おっと、当てれるとこはないかな。では、緑ダイヤを作って、緑ダイヤを使って、これでそろそろ住友に蹴りがつきますかね。はい、それではこちら、八親父を、さらに追加して、これでグリム倒して勝ちですかね。はい、釣りビルカウンターでやられちゃいましたけど、星4、星3チームで、硬い相手に勝つことができました。はい、ありがとうございました。